今回はラウルが諸事情で話せないので急遽私、ゆっくりと話していこうと思います。今回は1月末でサービス終了のみんなでにゃんこ大戦争のことでとても残念ですが、今回はせっかくなのでみんなでにゃんこ大戦争限定キャラクターのご紹介をしたいと思います。まず1体目。大型の巨大アリ、猫腹切りに、トランスフォームできるビップ対象、近距離攻撃できないが長射程で城破壊が得意、遠方範囲攻撃、にゃんこ軍団と黒い敵に撃たれ強く、吹っ飛ばしを無効にする能力を持つ。戦国武神バサラーズの限定キャラクター。超ダメージを持たない代わりに、黒い敵に撃たれ、強い吹っ飛ばす無効、城に大ダメージを持たせた、アフロディーテをやや強化したような性能。欠点は、出撃コストの高さとアイアンウォーズをも超える、4分近い生産速度の遅さ。猫なのか何なのか、全く正体不明の謎のキャラクター、進化させると。猫なのか何なのか、全く正体不明の謎のキャラクター、攻撃時、様々な妨害攻撃をたまに与える。攻撃ダウン、吹っ飛ばす、停止、動きを遅くする。クリティカルが20かは 30% と一見発動率が低いように見えるが妨害の種類が多いため攻撃するたびに大体何かしら発動する。どんないたずらも見逃してくれる心優しきメイドさん。学生時代にとある部隊に所属していたらしい。範囲攻撃、ゾンビと浮いてる敵とにゃんこ軍団に超ダメージ。昔取った金塚で隠密活動をするメイドさん。最近ご主人様に友達ができたらしい。範囲攻撃、ゾンビと浮いてる敵とにゃんこ軍団に超ダメージ。射程はかなり低い部類だが、ゾンビは軒並み射程が短い上に、潜伏ゾンビと戦う時はほとんどゼロ距離なのでデメリットとは感じにくい。また、ブンブン系統やツバメンズにも射程勝ちしている上に、体力もあるため十分活躍できる。ということで、今回はみんなでにゃんこ大戦争の限定キャラクター3体のご紹介になりました。また次回も残りのキャラクターをご紹介したいと思います。ってことでまたお会いしましょう。あ、風直った。